今日も法律と登記について考える司法書士 YouTuber です。新型コロナウイルスの第7波真っ只中です。今のところ国から飲食店の営業時間短縮やイベント開催の自粛要請は出ていません。ですがまだまだ自粛ムードはあるように感じられます。経済活動の縮小があると懸念されるのは減給、失業、事業の縮小、廃業です。それに伴い弁護士司法書士のもとには借金ローンが計画通り返せないという相談も残念ながら増えてまいります。中には自己破産という手続きをお勧めするケースもあります。破産というのは簡単に言うと裁判所に申し立てて借金をチャラにする手続きです。生活再建するためには非常に有効な手段なのですが、中にはご提案すると非常にためらう方がいらっしゃいます。ただ理由を聞くと、どうもネットや人の噂などあやふやな情報源から得た情報で不安になっている方が多いように思います。過去に受けた案件で実際にあったのは、自己破産するほどスマホが契約できなくなると聞きましたとか、子供が進学就職できなくなると聞きましたなどです。実際のところ真偽はどうなのでしょう。この動画では破産についてよく受ける質問にお答えした過去のショート動画をまとめてお届けします。破産を考えている方の参考になれば幸いです。それでは参りましょう。登記屋本舗。自己破産したら警備員をクビになる。質問来てました。警備員ですが破産しても仕事は続けられますか。結論、ケースバイケース。まず事実ベースでお話しすると、警備員になれない条件として破産中のものという規定があります。破産中とは、裁判所が破産開始決定を出してから免責確定するまでの約3ヶ月から6ヶ月を指し、この間は警備員の職に就くことができません。じゃあ当然クビだよねと思うかもしれませんが、ちょっと待った。一方で合理的な理由のない解雇は無効という法律もあって、基本的には自己破産したという理由でクビにするのは不当解雇になるからです。したがって、例えば破産中だけ事務職に就かせることなどができる会社であれば解雇されない可能性もあります。つまり一概には言えないので、労働法に詳しい弁護士にご相談いただくのが一番です。ちなみに破産を隠して警備員を続けることはお勧めしません。なぜなら定期的に官報で破産者をチェックしている警備会社も中にはあるからです。自己破産すると給与差し押さえされる。質問来てました。自己破産すると給与差し押さえされる可能性はありますか。結論、ありません。ただし気をつけていただきたいのは、破産申し立て前だと給与差し押さえされる恐れがあるということです。したがって返済が滞ったまま破産申し立て準備にあまりにも時間がかかっていると、しびれを切らせた債権者から訴訟を起こされる恐れがあります。消費者金融等、いわゆるプロの金貸しが訴訟を起こしてきた場合、契約書等の証拠がきちんと残っていますので、ほぼ確実に借りた側の負け。勝訴判決を取った債権者は給与差し押さえ等の強制執行が可能になってしまいます。こうした事態を避けるため、破産をすると決めたら弁護士や司法書士に依頼し迅速に進めましょう。申し立てには依頼者から様々な書類や情報を提供してもらう必要があります。弁護士、司法書士に全面的な協力をお願いします。自己破産するとアパートが借りられなくなる。よくある質問にお答えします。破産するとアパートが借りられなくなるって本当ですか。結論、嘘。そのような法律上の制限は全くありません。住むところは誰にでも必要ですからね。ただし一点アドバイスするとすれば、破産後に賃貸物件を借りる場合、不動産業者の営業担当にその点を初めから伝えておいた方が良いということです。私は元不動産営業なので分かるのですが、物件によっては家賃保証会社の保証を受けることを条件としているものがあります。その保証会社がクレジット会社系の場合には審査が通らないことがあるからです。この場合はそうでない保証会社や親族による保証で借りられる物件に限定してご紹介することになります。いずれにしても破産したから住むところを失うということはありませんので、ご安心を。詳しくは弁護士、司法書士まで。自己破産するとスマホが契約できなくなる。よくある質問にお答えします。破産するとスマホが新規契約できなくなるって本当ですか。結論、嘘。これも嘘ですね。今やスマホは生活や仕事に不可欠ですので。ただし2点注意です。新規契約自体はできますが、本体の分割払いはできなくなる可能性が高いです。したがって本体はお金を貯めて一括購入するか、本体代無料の携帯会社を探すことになります。あまり高価な機種は買えなくなるかもしれません。もう1点、これは破産の前後関係ない話ですが、今使ってるスマホの通信料を滞納すると当然強制解約されてしまうということです。スマホ代すら払えない状態になっているなら、破産を含めて債務整理を検討してみてください。詳しくは弁護士、司法書士まで。自己破産すると海外旅行に行けなくなる。よくある質問にお答えします。破産すると海外旅行に行けなくなるって本当ですか。結論、嘘。これも嘘ですね。ただし注意が必要なのは次の場合です。破産申し立てして手続きが終了するまでの半年前後、なおかつ破産管財人がつく手続きになった場合、この間に海外に行ったり引っ越したりする場合には裁判所の許可が必要となります。許可が必要なのであって行けなくなるわけではないという点にご注意ください。ちなみに破産管財人がつく手続きは破産全体のおよそ3割程度です。また破産状態ですとクレジットカードが使えませんので、旅行先での買い物や渡航
行前のエスタ申請などは不便になるかもしれません。いずれにしても破産しただけで永遠に海外旅行ができなくなるというのは全くの誤解。詳しくは弁護士、司法書士まで。自己破産すると選挙権がなくなる。よくある質問にお答えします。破産すると選挙権がなくなるって本当ですか？結論、嘘。選挙権が奪われるのは基本的に刑務所の中にいる人だけです。そもそも選挙権は憲法で保障された権利で民主主義の根幹ですから、そうおいそれと奪うことはできないんです。このように破産にはいろいろと誤解が多いので、一人で悩まず弁護士、司法書士までご相談を。自己破産すると会社にバレる。よくある質問にお答えします。破産すると会社にバレるって本当ですか？結論、一部の例外を除いて嘘。これも基本的に嘘です。ただし次のような場合は例外です。1つ目、職場の人や会社から借り入れをしている場合。この場合は当然申し立てをする時の債権者一覧に載せなければなりませんので、貸した人や社長宛に裁判所から通知が行くことになります。2つ目、警備員など破産中につけなくなる職種の場合。官報をチェックしている会社は一部あるそうです。官報というのは国が発行している新聞のようなもので、破産者の情報もここに掲載されます。なお、個人的な趣味で官報の破産者欄を毎日読んでいるような変態はいないはずです。3つ目、給与差し押さえをされた場合。これは破産申し立て準備にあまりにも時間がかかっているために、債権者がしびれを切らして訴訟を起こし勝訴判決を取られた場合です。詳しくは弁護士、司法書士まで。自己破産すると子供が進学、就職できなくなる。よくある質問にお答えします。破産すると子供が進学、就職できなくなるって本当ですか？結論、嘘。どこからそんな話になったのか不思議でしょうがないのですが、過去の依頼者の中にはそう信じている方がいらっしゃいました。あくまでも親の借金は親の借金、保証人になったり相続が発生しなければ子供が責任を負うことは一切ありません。ちなみにお子さんが日本学生支援機構から学費を借りる際、親が保証人になれないという問題が発生します。この場合は期間保証といって、保証協会にお金を払って保証人になってもらうという方法があります。また就職時の身元保証人について、過去の破産歴まで提出させる会社はまずないでしょう。子供の進学、就職を心配して破産をためらう必要は全くありません。詳しくは弁護士、司法書士まで。自己破産すると家具家電が全部差し押さえされる。よくある質問にお答えします。破産すると家具家電が全部差し押さえされるって本当ですか？結論、嘘。結構誤解している方が多いんですが、破産というのはお金を借りすぎた人を罰する制度ではないんです。むしろ逆で、生活を立て直すきっかけを与えるものなんです。それを考えたら家具家電が全部差し押さえされるなんてありえないと思いませんか？生活自体ができなくなってしまいますからね。もちろん生活必需品とは言えない高級品は差し押さえされる恐れがあります。破産の依頼者でそのようなものを持っているケースはほとんどないのですが、買い物依存症などで破産する方はありえると思います。また一般的には高級品だけど仕事のために必要なものなどは除外される可能性もあります。ここら辺はケースバイケースの判断なので、弁護士、司法書士にご相談を。自己破産すると車が取られる。よくある質問にお答えします。破産すると車が取られるって本当ですか？結論、ケースバイケース。まずローンが残っている車と残っていない車に分けて説明します。ローンが残っている車の場合、ローンを完済するまで車の所有権はローン会社にあります。したがって破産状態になった時点で車はローン会社が引き上げ、換価されるのが原則です。次にローンが残っていない車の場合、買取査定額が20万円以上の車の場合、破産完済人による換価の対象となります。ちなみに生活や仕事のためにどうしても車が必要な場合、裁判所に申し立てで換価を免れるケースもありますが、ハードルはだいぶ高いようです。詳しくは弁護士、司法書士まで。自己破産するとマイホームが差し押さえされる。よくある質問にお答えします。破産するとマイホームが差し押さえされるって本当ですか？結論、本当。これは本当です。住宅ローンが残っている家と残っていない家に分けて説明します。ローンが残っている家の場合、銀行が抵当権という権利を家に設定しています。抵当権があると住宅ローンを滞納した時点で、銀行はその抵当権に基づき家を競売にかけて落札代金から残りの債務を回収することができます。次にローンが残っていない家の場合、査定額が20万円以上のものは破産完済人による換価の対象となります。不動産が20万円を下回ることはまずありませんから、当然換価されます。このように破産するとマイホームはほぼ確実に失うことになります。これを避けるには個人再生という手段を検討することになります。個人再生だとマイホームは残し、住宅ローン以外の債務を圧縮することができます。ただしある程度安定した収入がないと利用できない。アンダーローンだとメリットが少ないなど、検討すべき点が多くあります。弁護士、司法書士までご相談を。いかがでしたでしょうか？かなり誤解されていた方
方もいらっしゃるのではないでしょうか。破産を検討されている皆さんは事前にいろいろな情報をネットで調べると思いますが、その中にはかなり嘘も含まれています。そこで最後に嘘情報に惑わされないコツを2つお伝えします。1つ目、弁護士司法書士が実名で書いている記事以外信用しないこと。破産は法律にのっとった手続きです。国家資格のある法律専門職の発信する情報に基づいて判断するのが当然ではないでしょうか。例えば病気や怪我のことを調べるのにわざわざ医者以外の人が書いた情報を見たりするでしょうか。2つ目、こっちの方が大事です。それは弁護士司法書士にすぐに相談することです。事前にいろいろ調べるのも結構ですが、結局のところネットに書いていることはどこまで言っても一般論です。あなたにとって大事なのは自分の場合はどうなのか、この情報は自分に当てはまるのかということに尽きるのではないでしょうか。それを知るためには専門家に個別にご相談いただくのが一番手っ取り早いわけです。今日は自己破産についてよくある質問にお答えしました。また会いましょう。鈴名司法書士行政書士事務所では、相続登記、遺言、家族信託、会社設立、建設業許可など暮らしやビジネスに関わるご相談を受けたまわっています。 Zoom 出張での相談も可能。詳しくはホームページをご覧ください。